はい役太郎です、まあ、とうとう出たねというか今更というかなんかねっていう感じなんですが旭川中央署ねえー、警部補と巡査部長の2人なんと開示請求公文書の開示請求をしたところ、えー、訓戒処分訓戒だってうん例のあの羽振りを見せた。 ねえー、あの女子高生殺害で起訴された内田理子被告らと飲酒の警部補と巡査部長の2人が訓戒で当時19歳の女性同席で信用失意というふうにねあのー、北海道放送のねニュースで出ておりますねえと、ー、もに30代の旭川中央署警察署の巡査部長と警部補まあ 皆さんね、何のことかよく分かってますよね。こういったことが、うん、処分ってどうなってんのとか、やめたんじゃないのとか、いろんな情報が綜そうしてたんだけど、やめてはないっていうことですね、これ、訓戒っていうことなんで、はい。へぇ、ねえ1月、2人は1月、二十歳未満と知りながら、知りながらだって。 当時1 9歳の女性と飲酒したとね9月までに処分を受けました2人が女性と飲酒したあの例の店の店主は年齢も確認して知っているはずなのにそれからも彼女と一緒に牛だけじゃないと思うが一緒に酒を飲んでいたまあこの店主の人もまあいろんなことがあってお店を辞めなきゃいけないっていうふうになったんですよねうんだから まあそういうことでこの写真が表に出てね動画とか出てあの明るみになったんですけどいやーその警察がこの店主にお願いをしていたと実は内部告発で警察官が二十歳未満と。 酒を飲んでるっていうことになって、それでもし私たちのことを聞かれても知らないって言ってくれ。知らないって言ったらばれますわな、こんなの。そんな知らないで済むわけがない。ね、そういう口止めをしたと。まあ、こういうこともばれている。うん。で、この、風評被害を受けたということで、店を畳たたまざるを得なくなっている。まあ、そういうことでしょうね、実質は。 でまあ、この店主も2人が女性と飲酒した店の店主、旭川中央警察署のやってること自体、どうしても納得がいかないと、ね、で9月の同議会で、20歳未満の女性との飲酒などに関して質問を受けた北海道警察の本部長、伊藤本部長は、職員による不祥事案が相次ぎ、同民の北海道警察に対する信頼を著しく損なう事態となっていることを重く受け取ね 信頼回復っていうふうですけど、どうなんですかね。ここで、まあ、やっと、この旭川中央署の話題が出てきました。ね。まあ、私もこれ、どうでしょう。1か月ぐらい、うん、あのー、どうなってんのかな。じゃあ、その裁判の行方も、捜査の行方も、それ以上、進展がね、まあ、ないというか、言えませんわね。ね。いや、まあ、これ、 本来はカムイコタンの殺人事件と全然ち関係ないですよ、この事件とは。ところが、ところがです、そのあまりない、この内田理子をはじめとする、その女の子たちと、えー、中央署のみならず、他の警察署、北海道のね、旭川の、関係があるっていうことが噂されていて、いやいや、そんなことないよと。 みんなね警察官がっていうことを私たちが言ったら、ちゃあじゃないこうじゃないって言われたんだけど、やっぱり関係あったじゃんって話で、でそうなってくると、彼女らが増長した、思い上がった行為、うん、社会や世間をなめてる行為は、この警察官との密接な行動、これって飲酒っていうふうだけになってますけど、違いますよね、肉体関係があった、不倫関係であったっていうことの方が重いわけですよ。ままだこここにに来ててても飲酒っていうことにしてますけど ね、へーって思いますここがまだ海が出し切れてないと。で結局そういう関係性上だから彼女たちがそういう犯行に及んだんじゃないかというふうに我々は懸念してるわけですよ。直接事件とは関係ないです。ねうん。刑事とね肉体関係があるからって殺人とはならないけどもその思い上がった行動うん。 私たちのバックは警察だということがあったんじゃないかということを皆さんが思ってるわけですよ。で、えー、彼女らも否認、一部否認をしているわけですね。で、接見禁止っていう状態っていうことは否認していると思われる。えー、真摯に受け止めて罪を受け入れるっていうことではなく、主張が違ってるっていうことですよ。彼女らもですね。となると、 自分たちを守るためにそういったことを法廷で言ってくる可能性がありますね。で、彼女らの言動というのはもう、パタッと警察も何も発表しないし、報道もしない。だから、ここに来て、ね、まあ、開示請求をして、状況が分かったということです。ここに至るまでに、この警察官たちが辞めたんじゃないか、どこにいるんじゃないか、あそこにいるんじゃないかっていう、いろんな情報があったんだけど、結局は、 これ、やめてないんですよね。まあ、ある意味辞めさせれないのかもしれないです。やめたら何言うか分かんないもんね。っていうのは、私が思うのは、俺たちだけではない。ね。俺たちだけではないと。俺たちだけじゃなくて、代々伝わる先輩も、その前の警察官も、そんなことみんなしてたじゃないかと。ね。うん。 ということが根底にあるんじゃないか。だってその店で、この二人だけじゃなくて、たくさんの人たちがどんちゃん騒ぎしている。ね。あまり類を見ないんですよね。うん。そうなんですよね。それが一部始終、写真や動画で出てきちゃって、まあ、ここ明るみに出て、なかなか信じていただけなかったんだけど、まあ、写真が出たことによってね、まあ、皆さん、日の目を見ることになって。 じゃあ、これって改まったのかなっていう話なんです。で、私は気になるのは、私は別に暴力団組織を容認したりするわけじゃないけど、断ることに旭川でこの子供たち少年犯罪があると、えー、暴力団が絡んでいると。社会的勢力が絡んでいるというアナウンスが流れるわけです。そして、本当の正規の組員でもない人間のやったことを、要は本人が うん、あの組関係者だって名乗ってるだけで、本文事務所にガサを入れるで、そのパフォーマンスをされる、そうすると世間の人で、あっ、ね、当該の組は関係しているんだと、ね、少年少女までにも影響を及ぼしているというふうに思うわけです、だけどやっぱり私もこれ、いろいろ聞いていくと、ゼロではないにしても、直近残ってることが、その当該の暴力団が関連してるとは思えないんですよね。うん だけども、そこに出入りしていたというふうに見なされて、本人が自分がどこそこ組の組員だって言って語り、いわゆる嘘をついていたことが本気だという、本当だっと取って、縁もゆかりもないような人間がやった犯罪行為に対してガサが入ると。だけど、ガサが入れば、あここの組員の組員がやったんだっていうふうになるという図式。で結果 えー、当該の警察官の不祥事に関しては、きちんと発表しない、ね、県議会え、同期会、同議会で追及されて、うんあの、謝るような状態になって、で、開示請求されて初めて分かると、うん、自らがどうこう言っているわけじゃないっていうのが、ここの地域と、ここの警察の特徴ということであるということが分かったっていう報道ですね、以上です。